動画チャンネルカナスです。今日はそんなわけで先日見ていきましたウルトラマンルーブ劇場版セレクト絆のクリスタルですけれども、はい、いやすごい映画でした ね。どうだったかなとくんは。かっこよかった。かっこよかった。うん、そうだね。まあ今回はね家族の絆ね、がテーマになっているということで、うん、やっぱりねこう港家のねチームワークというか、うん、だからその団結力というか、まあ、家族の絆家族愛がねすごい出てたなと思いました。うん、はい。で今回はですねパンフレットとあとね、ソフビとあと入場者特典のプレゼントですね、入場者プレゼント、うん、こちらをもらってきたので、開封していきたいと思います。うん、それでは開けていきましょう。はい、出します。さあちなみにパンフレットなんですけれどもこんな感じでね、うん、キラキラです。うん、ラーメンみたいなね、はい、動かすのねキラキラするね。そうだね。まあ朝日がねウルトラウーマングリージョに変身したりとか、うん、その3人でね港家の兄弟3人でウルトラマングルーヴになったりとかね、うん、まあいろいろしててですねちょっと気になったのは、うん、ウルトラマングルーヴがオール CG だったってことが、うん、ちょっと違和感あったかなっていう感じがします。バトルシーンはすごい白熱したバトルだったんだけど、うん、絵がやっぱり CG ずっと CG だったんだよね。うん、そこが残念。そうだね。まああとはね勝美の友達問い、うんうん、お前いい年して何してんだよっていう感じが、しましたね。うん、ちょっと年齢っていうか、まあ、なんかちょっと無理ある設定というか明らかな悪になっていたっていう、しかもちょっと古めな、うん、面白かったです。まあ面白かったです、うんうん、まあ、そこもね家族の、なんだろう、お話だったりもあるのでね、ちゃんとねそのコンセプトに沿ったお話になっていけたかなと思います。うん、じゃあそうだな、特典、入場者特典の方を開けていきましょう。入場者プレゼントですね、はい、後ろにペリペリあるね。うん、何かな、ね、何かな、あ、何かな、グリージョだ、グリージョ、はい、こちらですねグリージョミニ自由帳になっております。はい、あ、4番グリージョ、はい、このかわいい。で、あ、はい、朝日ですね。かわいいね。うん、はい、で中はこんな感じで自由帳、うん、こんな感じ。あ、映画ね。ちなみに我々が、映画見に行った時に、舞台挨拶付きだったんですけれども、朝日が来てたね。うん、かわいかった。あとリクが来てたんでね。うん、さあ次開けましょう。おおお、三ばじゃん、じゃん、さあそのおー、ジード、そしてリーク。リーク。はい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 。あったからいいね。いいね。うん、そう、ちょうど、この2人が舞台挨拶に来ておりました。はい。かなとくんもね、うん、ハイタッチして、うん、リリくんにね、うん、なんて言われたんだっけ？俺が2人だみたいな。あー。で、朝日には？リクくんだって言われた。ね。うん、じゃあ3袋目開けましょう。グリージョはい、かぶってしまいました。同じものが出てしまいました、うん、はい、じゃあ次これが最後です、うん、はい、最後は何かな、ちょっと隠して開けましょう、はい、いきますよ、せーの、じゃん、おお、カツミ、カツミ、じゃあイサミだけ出なかったんだね、ね残念でした。イサミ、はい、こんな感じ、こんな感じですね。イサミ、まあ今回のお話はこう勝美がね、うん、結構そのなんだろう、今後の人生について悩むところから始まってね、うん、うん、で同級生のとこ行くんだよね、うん、はい、こんな感じです。さあそんなわけでね、かぶってしまったのでこんな感じになってしまいました。はい、あー、イサミ、イサミ、残念、残念、はい、まあでもね、どれもいい感じです。うん、こんな感じ。ジード、うん、久々に見たけどね、よかったね。うん、さあそれでは、こちらね、物販の方に売っていた、グッズですね。うん、はい、はい、こちらね、劇場限定のやつですね。うん、はい、その名もウルトラマンルーブ
変身時発光カラーバージョン。うわー、というわけで発光カラーバージョン、変身してる時 の発光してるバージョンです、うん、シャキーンって、ね、待ってる時ね、そう、最近あの発光カラーバージョンといえばあれだね、前回動画で紹介したゲームセンターの景品限定のね、ユホケチャーのソフビですけれども、こちらが、記憶に新しいと思いますが、はい、はい、またしても発光カラーバージョンということで、うん、あの発光カラーバージョンってねかっこいいんだけど、うん、どうやって遊べばいいかなっていう感じもあるよね。変身シーンであの、うん、なった時とかに使えるんじゃない、うん、そうだね、通常のねルーブと比べるとこうですね、うん、全然違うね、はい、こんな感じになっております、はい。こちらはね、以前購入したものなんですけれども、うん、まあ、この2人がね、うん、まあ、バトルするわけですよ、うん、でもこいつね最後、まあ、ちょっとなんだろう、こうネタバレになっちゃうんで、言いませんけども、今後もまたなんか出てきそうね、なんかね、映画とかね、出てきそうな感じだったよね、うんうん、こいつはね、うん、悪いやつだよ、超悪い超悪いやつだよ、うん、願いを叶えてやるのが敵なんだよね、うん、そうなんだよね、まあまあその辺はねまだ見てない人もいるので、あの映画館の方でご確認くださいという感じでございます、うん、はい、はい、そんなわけで今日はこちらのウルトラマンルーブ劇場版セレクト絆のクリスタルの入場者特典と限定送付日の方を見ていきました、はい、まあこれでね、ウルトラマンルーブもまあ一括りということでちょっと寂しい気はするんですけれども、なんだろう、すごいいい終わり方っていうかね、うん、したので、まあその辺はいいかなと思っております、うん、はい、まだ見てない方はぜひ劇場の方でご覧になってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで